えーまあ、紹介ですね今回はその第74回です、はいえー。今回紹介するのがですね、えー、中米のですねドミニカ共和国で。タイトルとしてですね野球選手製造工場という形でですね紹介したいと思います。はい、でまずこれがですねドミニカ共和国の周辺地図ですね。この赤い部分ですね。これ、イスパニオラ島ですね。イスパニオラ島の ああのまあ、この東側がこのドミニカです。はいでですね、これ、イスパ,ンイスパニオーラ島ですね、これ、西側が配置、で、大体この島の3分の2ぐらいがですね、このドミニカ共和国に属すると、でこの首都のサントドミンゴはですね、えー、これですね、西側、これ、南西ですね、この海沿いにあります。あ南 まあ、この南ですね。はい。南。島から行くとですね、東の。東南地区ですかね。まあ、海沿いにありますね。はい。でですね。これドミニカ共和国の基本情報ですね。まず面積がですね。これ四十。あ、四万八千四百四十二平方キロメートル。これ日本の九州よりもですね。ちょっと大きいぐらいみたいですね。はい。で、人口がですね。あの大体百万人強。で、大。 ですね、この人口がこの人のサントドミンゴに集中していると。で、首都はあのサントドミンゴですね。で、民族が根血ですね、が73%、ヨーロッパ系16%、アフリカ系11%、これかなり細かいですね。はい、で、言語がスペイン語、で宗教はカトリック、で生体がですね、立憲強制です、はい。でですね、これ、ドミニカ共和国の歴史ですね。 これ、1492年にですねコロンブスによって発見されると。で、1496年ですね、あのこれ、スペインの植民地になるんですね。でこれ、新体育で初めてのスペインの植民地ということみたいです。で、1697年にですね、今度、国のです島の,のですね、まあ、西側がフランス領になると。フランス領配置って形になります。で、それ以降はですね、 スペイン、フランス、ハイチがこのドミニカを支配するというのがここ続くと。で、1865年ですね、あの独立する。で、まあ、それからですね、これ1930年から1961年、ここまでですね、トルヒーリョ将軍によるまあ独裁政治が行われたと。で、これ、なんかこう徹底した独裁政治だったみたいですね。 あのあの個人崇拝をです、ねまあ、徹底してで国家経済の大部分をです、ね、私物化したというのでもうかなりやりたい方でやったみたいですね、はい、でその後であと、ね、1961年から65年がボッシュ政権が経ってです、ねまあ、その後こうドミニカ内戦があって、まあ、ドミニカがです、ね、こう一番こう荒れた時期ですね、はい、で1986年ですね バラゲール大統領がですね、立ってから、まあその辺からですね、国がこう落ち着いてきて、で、経済政策にもですね、国がこう力を入れるようになったという形でこう今もできているということみたいです。はい。でですね、これですね、まずトピックの一番としてですね、カリブ海唯一の地下鉄っていう形ですね。これ、サントドミンゴの首都にですね、なんとこ地下鉄が走ってると。で、これ2009年1月にですね、 北部のママディンゴから南部のセントロデロス・ロエスっていう、まあ、16, 駅16駅で、まあ、14.5キロまあちょっと短い距離なんですが、まあ、地下鉄が走ったとでこれあの辺ですね大きな町としてあの、まあ、キューバのバーナーとかですねバハマとかそ,そうですねあのまああとはあのト,トリニダートバコのプルトフランスですか とかあるんですがまあ、カリブでですねこれ唯一地下鉄が走っているのはここだけだと。で、これサントドミンゴはですね、なんかあののまあこのドミニカ共和国でここにこうしまあ、人口が集中しているという形みたいで、まあ、なんかもう100万人近い人が住んでいるということなので、やはりそのすごく混、まあ、むみたいですね。まあまあまあま、あそういった形で。 まあその地下鉄をです、ねまあ作ったということだと思うんですが、まあ、でもカリブの国にです、ね、地下鉄があるというのは、まあ、ちょっとした驚きでした、はい。で、トピックの2番として、ですねこれ、ドミニカ移民問題ですね。で、これ、ドミニカへの移民がですね、これ、1956年にドミニカ共和国政府がですねあの、農業開発のために日本人移民を受け入れるというのを、その日本国政府との間で締結したと。 で、まあ、まあ、そこから1956年から59年ですね、にかけて、まあ、移民をこう募って、で、まあ、ドミニカに渡った人たちがこういたんですが、まあ、その時の条件としてですね、あの、18ヘクタール程度ですの土地の無償譲渡ということがあって、これなんかかなり広い土地をですね、無償で譲渡すると。 いう形ですねまあまあそういったことだったので、まあ、他の国例えばブラジルとかですねあのパラグアイとかまあああいったところに比べてまあ条件がいいんでまあ手を挙げた人が多かったみたいですねところが実際行ってみるとですねなんかそのその18ヘクタールの土地どころかまあその3割程度の土地しか与えられずにでその土地がですね全く不毛の土地だったとあのいや石だらけの荒れ地だったと。 いうことで、これ移民だった人たちがですね、これはその後この、まあ、裁判でこの、まあ、その名ですか、ドミニカ政府と日本政府を訴えるという形で、なんかこれ、戦後移民市場の最悪ケースっていうふうになんか言われたみたいですね。で、まあ、国,国策移民のですね、まあ、一番の失敗例みたいな言,い言われ方もしたみたいです。で、これですね、つい最近ちょっとしたニュースがあってですね、あの、ドミニカ政府からですね、が、 要はその、まあ、この政策の失敗というのを認めてです、ねまあ、その時にその渡ったその45世帯が大衆になったみたいですがあの大体、まあ、2100万強のです、ねまあ、お金を支払うというようなことをまあ発,表し発表して実際実行したみたいなのでこれ、1956年ですから、まあ、5 60年経ってだいぶ時間、50年。 60年、70年ぐらいですね。だいぶ時間が経ってからですか。まあ、それでもですね、まあ、そういった形でまあお金が支払われるという形になったので、まあ、はい。なんとか、やっとこうケースがこうクローズになるということですかね。このドミニカイ耳問題。はい。 でですね、トピック3番としてです、ね、野球選手製造工場、これ、今ですね、なんかメジャーリーグの3分の1がアメリカ以外の,しの国の選手、で、その海外の選手のなんと4割をし、近くを占めるのがです、ね、このドミニカ共和国出身者みたいですね、な,なんかやっぱすごい数の人がですね、このまあ、そのメジャーリーグにこう行くと。 で、なんか、やっぱ、すごい選手がいっぱいいますね。あのー、結構、結構ね、あのー、なんですか。あの、やっぱ、ドミニカってですね、こう、方向ですよね。まあ、大リーグでも活躍し,してる人たち、このゲレーロジュニアなんかもそうですね。あと、アルカンダラとかですね。あと、その、マリナズのフリオですね、とか。まあ、結構ですね。まあ、スーパースターがこういると。まあ、今の段階でもですね。で、あの、これ。 2013年の WBC のですね、世界大会でもドミニカは優勝しているので、やはりこうドミニカってですね、やっぱこう野球国ですね。で、これ、ドミニカがですね、これ野球が始まったのがなんかキューバからこうまずこう伝えられたと。で、その当時ですね、その当時っていうか19、1954、ま、年、あまあのですね、そのドミニカでは。 あのキューブを始めた周,周辺の国が集まってです、ね、中南米カリブリーグ、まあ、ここでもうリーグ戦をやってたということドミニカリーグですね、やってたみたいですね。ところがその、今度はその1950年以降です、ね、今度は MLB ですね、このアメリカ大リーグにです、ね、この渡る人たちがこう結構増えて。 で、まあ地元のですね、まあ地元でやるよりも、ほら、もう大リーグだったほもう、格段にこの稼ぎも違うので。ということで、まあ、ああのまあ、ドミニカで養成された、いし社、ドミニカ出身の人たちが大リーグだったって活躍するというんで、まあ地元のですね、リーグはちょっとまあ、そんなに活況じゃない、そんなにね、まあ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 、そこそこ注目されてるんでしょうが、なんちでもこう大リーグのですねまあ人気がすごいみたいですが。 まあまあそれにしてもですね、これドミニカですね、本当野球大国、まあ野球選手製造工場って言ってもですね、えもう全然おかしくないですね。はい、でトピックのサンあー、ドミニカのですね、あの有名人としては、サミソーサーですね、この人も大陸、プロ野球選手ですね。 サミ操作です、ねえー・ソーサがプロ野球選手、で右翼手、この人、外野手じゃなくて右翼手なんですね、もうライトしか持ってなかったんですね、で、ニックネームがスラミン・サミこのサミ操ソサですね、これ、すごく印象に残っているのがあの、1998年ですね、あのマグワイアとです、ね、なんかホームラン争いをして、でその時に確かソ作サが66本で、マグワイアが70本打ったと。 いうなんかすごい年があったんですがまああの,あの時にですねまあちょっと潤いですがそのすごくその,その当時の最高ホーム,ホームランがなんか60本61本ぐらいだったのがもう2人以降超えたとでマグワイアに至ってはですね70本打ったわけなんですがその時に捜査とマグワイアでまあ僕のちょっと記憶ではですねまあアメリカ人そのドミニカ人の捜査よりもアメリカ人のマグワイアを そのアメリカの人たちは応援してたという印象があったんですが、はいでまあ、まあそういうのがあってところが、ですねこれ面白いもんであのホームラン王にはです、ね、マグワイアーがなったんですがなんとその,とその年の MVP にはソーサが選ばれたという形だったのでやはりこのサメソーサはすごくこう、まあ、人格者でもあったんですかね。 なんか今ではですね、あのなんかその事前活動家としてですね、その活動をしているということなので、まあ、それもすごくこう興味ありますね。はい。でですね、これ、ドミニカ共和国の観光ですね。これ、あの首都のサントドミンゴですね。ここはまあ結構ね、なんかあのスペイン風、まあ、スペインの仕込み地だったの、ね、もうなんかこう、面白い街だというふうに聞いています。あと、ロスストレロストレス・ロストレスナホス公園。 なんかここにですね洞窟があるみたいで、その洞窟の中に3つの地底湖があるというんで、これ何なんでしょうね、地底地の底の湖、どんな感じなのか、まあ、これサントドミンゴに近いので、まあそんなに行くのもね大変じゃないと思うので、これぜひ行ってみたいですね。あと、あのここリゾートですね、あのプンタカナっていう、ですねこれドミニカの東側の都市みたいですね、ここの砂浜はすごく綺麗だというふうに言われてますね。あと、ラロマーナ。 ここもですね、まあリ,ゾートしまあ、リゾートとして、まあ、アメリカとかカナダとかのこう富裕層を呼び込みにかかっているということみたいです。まあ、ただね、ねこれ結構これから有望でしょうね。ドミニカの観光。はい、で、ですねこれモデルコースと車両ですね。これもどこからもけると思うんですが、まあ、アメリカから行く場合はまあマイアミとかですねがもう一番、まあ、距離的にも近いのかなと。あとはそのメキシコシティからですね入る入り方。 それからですね、これはプエルトリコのサンファンから入る形とか、あとはそのトリリザートバコの,です、ね、あのポルトフ,フランスからですね、入るという入り方もあるみたいですね。はい、ということで、ですね、今回は、えー、中米のですね、ドミニカ共和国の紹介でした。